まあ、そのチームスポーツと個人競技の違いっていうところはすごくやっぱ興味があって、何においても一貫性がある人ってやっぱ強いじゃないですか。セカンドキャリアっていう言葉に違和感を感じてました。僕はボクシング格闘技、まあ、どのスポーツもやっぱすごいと思うんですけど、やっぱり僕痛いのが一番嫌いなんで、やっぱ格闘技ってやっぱすごくリスペクトがやっぱするんですね。でまあ、練習もストイックですし、減量とかもあると思いますし、でボクシングをやってこられたっていうところはまずすっげーなっていうところと、あとはですね、やっぱサッカーと、まあ、そのチームスポーツと個人競技の違いっていうところはすごくやっぱ興味があって、どちらの方が自分の性格に合ってたなって思うか、逆にそのボクシング側から見たサッカーってどういうふうに映ってるのか、例えばいやなんかアマチュアレーナーとかっていう部分も正直あると思いますし、なんかそのボクサーから見たサッカー選手ってどういうふうに見えてたのかなみたいな、ぶっちゃけ。すごい面白い質問です。個人スポーツ視点で団体競技を比較してみたことがなくて、なんで今考えてるんですけど、どういう差が言ったら全部自分じゃないですか。もう例えばコンディショニングも何も含めて、結果負けたら自分のせい、勝ったら自分だけど、サッカーって例えばまあ言ってしまえば自分がちょっと悪くても周りの10人が頑張ってくれれば、言い方悪いかもしれないけど、まあごまかしが効くところはあると思うんですけど、もうやっぱ1対1だともうごまかし効かないじゃないですか。全てベストにやって挑んで、でそれ同士の戦いでどっちが勝つかっていう話じゃないですか。あ、それで言うとなんかこのサッカーってもっと頑張れんじゃねえとかっていうのって思いません？いや全然それは、あ、1点ね、今お話聞きながら考えてたことがあって、はい、団体競技だからっていうわけじゃなくて、はい、セカンドキャリアっていう言葉に違和感を感じてました。我々ボクサーはもうそのまあハングリー精神じゃないですけど、まあ生活できないんで、昼間こう正社員でだったりこうバイトしながら、でそれが終わってから夜の時間練習してで減量して感じなんですけど、でもまあメジャースポーツだとそういうのがなく、終わりましたじゃあ次って感じになると思うんですけど、だそのセカンドキャリアっていうのが我々はするとすごく大げさに一つの節目として捉える必要がなくて、いや普通に就職しなさいよって、はい、セカンドキャリアじゃなくて普通に履歴書書いて、あのみんな就職してんだから。でもそれはもうおっしゃる通りです。本当にだから僕もまあそうなんですよ。僕はまだどちらかというと今まあ普通に仕事してるのもありますけど、やっぱり現役時代から準備をしていたわけではないんですけど、でもまあいろんな人と交流を持って人脈の幅だったりとか、やっぱサッカー界だけでこうずっと生活してると、やっぱそれって引退した時に他のことをやりたいってなった時に何もない。サッカー界ではある程度有名でもとかってなって一番困ると思うんで、だからそのセカンドキャリア問題って僕もやっぱりその違和感感じてる部分があって、いや現役時代時間がいっぱいあったでしょうと、できることいっぱいあったでしょうっていうのがあるんで、そのあたりはやっぱり選手たちが現役のうちからやっぱり教えていかなきゃいけない部分であったりとか、選手たちもやっぱりそういうところをやっぱ考えなきゃいけないところだと思うんですけど、やっぱり僕らの時って、僕らが若手の頃ってまだ24時間サッカーのこと考えなさい、全てをサッカーに注いで、要するにその後のことを考えるとか、なんか保険かけてんじゃないみたいな、そんな感じで先輩とかにも言われてたんで、それがあそういう世界なんだと思ってやってきたんですけど、結局その人たちって引退してからものすごく苦しんでる。だから僕らもその人たちほどではないけど、今やっぱりそのセカンドキャリアのスタートから少しくやっぱり時間がかかったりとかっていうところで言うと、いやこれとこれとこれはやっときなさいよっていうのは今の選手たちに言いたいし、結局日本代表の選手とかまで行ってもやっぱりその後って、じゃあサッカー知らない人が何人のサッカー選手の名前言うのかっていうと、もう本当に限られてるじゃないですか。だからそういったところもなんかちゃんと客観的に見ていかないとダメだなと思うので、やっぱすごくわかります、そのセカンドキャリアっていうのは。オフザピッチとかオンザピッチとか言うじゃないですか、はいはい、であれも僕からするとなんでこう分けるのかなっていうか、スポーツ選手である以上、ある種自分が商品でそれがマーケットに出て売買されてるっていうのは、まあ、一つの事実じゃないですか。でそれとはまあ別に自分のその志だったり競技にかける思いだったりっていうのはあると思うんですけど、
両方その現実と事実と自分の理想の中で多分共存して生きていかなきゃいけないと思うんですけど、うん、自分という商品を皆さんに知ってもらうために例えば名刺はちゃんと渡せなきゃいけないとか、うん、歳末に挨拶しなければいけないとか、うん、こういろいろこうあるじゃないですか、はい、でそういうのを全部まとめてなんか一つなんじゃないのかなっていう、うん、それをわざわざこうフィールドで分ける必要って、うん、でも多分そこに課題があるから多分言葉が分けられてるんですよね、うん、きっとね。まあそうですね、多分そうですね。なんか確かにそう、何においても一貫性ある人ってやっぱ強いじゃないですか。だから例えばその今の話で言うとサッカー選手としての自分はこうありたい、例えば父親としての自分はこうありたい、プライベートの自分はこうありたいみたいなので、結局そこがなんかこう一貫性がなくて、なんか自分がこうなりたいっていうものに対してサッカーもプライベートも何もかも全部ここに向かってるみたいな人ってやっぱ強くて、うん、なんかこの間の天皇杯とか見てもちょっと思ったんですけど、やっぱ牧野選手とかあれを見るとやっぱどこに行ってもあ、牧野ってこういう選手だなとかっていうのを持ってるのってやっぱすごい強みだなと思って、今の例えば新庄監督とかあの人たちを見ててなんか本当にワクワクしたりとか、なんかやってくれんじゃないかとかって思わせるところって、なんかブレずに全てがもうトータルでこの人っていう感じだったんですか。だからそれをなんか今のお話聞いてると、うん、確かにサッカー選手オフザピッチオンザピッチセカンドキャリアとかって言ってると、いや本当のお前どこやねんみたいなそこはそうですね、ご質問の答えで言ってやっぱそこに違和感を感じるかなっていうところですね。かっこいいですね、ボクシング。リングに上がる、一番最初にリングに上がった時の感覚ってどんな感じなんですか。例えばこんなに狭かったっけとか、こんな広かったっけとか、あもう始まっちゃうとか、どんな感じだったんですか。いや一番初めはもう闘争本能が止まらないんですよ師匠からも、まあ、先生からもそういう風に刷り込まれてるし、はい、お前リングの上って普通に死ぬやついるからねと、でやんなきゃやられるから相手をその、まあ、言葉はちょっとね選べないけど、はい、やるっていう気持ちでいけと、はい、で18歳の僕からすると、はい、もうイエスマンじゃないですか、はい、でも本当にやるやるって気持ちでも腹減ったなんでリング上がった時はもう頭真っ白で、はい、僕ぶっ倒されるんですけど、はい、で後でこう映像見たら、はい、ぶっ倒されてんのに記憶にないのに立ち上がって相手に殴りかからとしててもレフリーが解けてる。あもう意識はもうもうないっすね。だからもう全然あのパフォーマンスとしてはガチガチだった。まあでもいいっすよね、やっぱり自分たちだけをこうお客様がこう見てくださるっていう感覚はなんとなく、うん、いやしびれる、怖いな、絶対できないなすごいなでも案外痛くないんですよ。本当ですか。え、うん、何オンスのあれ確か試合8オンスかな。でもあれまあ普段スパリングでヘッドギアつけるじゃないですか、はい、でスパリングは14とか16でやるんですよ。だから僕みたいに打ち合いが好きなタイプだと別に打たれたらこういやもう100発返すわみたいな感じで楽しめるんですけど、はい、でも試合だと、まあ、普通にスパリング通りにこうガーってもらったら、はい、おやって思うと思うんでハンマーでも殴られてる感じですよね。痛くないです。痛くないのは実際には痛いです。アドレナリンとかで痛みを感じない。いや実際に痛くないです、本番っていうか。要するにこのこういうので脳がぐらついて倒れちゃうとかっていう。いやだから切れたりするじゃないですか。いや痛さなんかまあ終わってここも痛いですよ。あ腹はねスパーリングでも痛いですよ。いやだで肝臓がめっちゃ痛いんですよ。あんまり肝臓狙えるボクサーって相当上手くないと見られないですけど、ここら辺ね、はい、大体僕なんか下手くそなんでここつくんですよ、この肋骨、はい、この手の脇からこう回り込んでガーンとか行くんですけど、ここを狙ってくる人いいんですよ。たまたまチャレンジというコーナーがありまして、はい、ご存知ですか。はい、あ、ご存知ですか。いや、たまにチャレンジはご覧になられました。あのちょっとだけ、はい、ありがとうございます、はい、私にこれで勝ったらですね、はい、なんとスクイーズボトルカバー。マジですか。スクイーズボトルカバー、はい、これちょっとサンプルなんで実際色は違うんですが、はい、発送します、もし買ったら。ありがとうございます。すごくないですかこれ。元ジェフの松ヶ谷さんが、はい、ブランド作られてるもの。へぇー、準備できました。はい、え、かわいい。これがですね、はい、サーフィンのウェットスーツに作られてて結露もしないし、すごい作用がすごいんですよ。へぇー、また触り心地めちゃくちゃいいですし。そうなんです。
まあ、本当に私販売してなくて、はい、もう本当にオリジナルでこのチャレ用に作ってもらいました。へー。いいですか。タムタムゼロ。ゴールです。まず一歩目切りました。迷ったんだよな、ね、今いきなりゼロくんが。タムタムゼロ。タムタムゼロ。むっちゃゴエリカットぜ。いや、これはまさか2回連続来ると思う。裏の裏っすね。嬉しい嬉しい。いやー、元 J リーガーの引っ張りこうなんか勝てるって、いやーちょっとさすがにそれはないと思った。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。いやだな。タモリチャレンジはですね、はい、私がゲストの方を招きしまして、ゲストが次のゲストの方をご紹介していただくシステムを採用しております。はい、小田さんにもご友人を紹介していただきたいんですけれども、はい、どなたかおられますでしょうか。あ、どうしようかな。マックさんでいいですか。マック鈴木さん。ええマジっすか。本当に、まあ、鈴木さん、もう信じられない。わかりました。いやー、ちょっとどうしよう。マックさん、神戸ですけど。神戸というか。あ、そうですね。どこでも行きます。じゃあ、マック鈴木さん、はい、楽しみにしております。わかりました。はい、では、本日野田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。Bye.